じゃあ1年記念日おめでとうございます。ウロン茶ですらうめえ。うめえな。お腹すいた。これ食べてみていい？いただきます。うめえか。聞いてたちゃんとこれ。何か。ほうれん草と人参とごぼう。合ってる。合ってる。絶対うまいに決まってるやん、こんな。見てこれ。これだよ、これ。やばい、これ。いただきます。うめえな。レイが使えるわけじゃないんで。だからルビーとか使えるじゃん。ルビーって覇王色だから。あいつ全部使えるよ。あいつ全部使えるよ。これ一口でいった方がいい。あーどっちでもいい。柔らこ、柔らか半分、コリコリ半分。へぇ、絶対美味しい。赤身うまっ。半だから何回もタンって言ってたよ。いつだっけ。もうやだ。見なかったこと、見なかったこと。まあ、レモンする。うるさいよ。どっちが好きだった？私はね、レモンなしが好き。これ、マジでやばい。私、一回だけこの牛頃に連れてきてもらったことがあるんだけど、これがうまいの。これうまいか。うん、もう新世界。新時代、新時代がやってきました。食べなさい。うわ、分かりやすい。ちょっと。いや。うん、もう。油が飲み物になってる。油が。うわ、やば。うわ。うわ、流れてくる。溺れる。油が大好き。幸せ。あ、負けなくなった。どう？どうよ。あ、いいよ。うん、うまいよな。ラッパーになるけど美味しかった。どこと？サンキューの時になくなっちゃった。やばいじゃん、食物繊維だな。ジュワッジュンジュワッ。ゲイちゃんは今ご飯のコメントを返しております。今頑張ってみんなにコメント返してた。
これもね、これもやばかったやつなの、これ。これ？これもやばかった。3点セット。本当に美味しかったわ、これ。お肉をたっぷりつけて。どーんと。うわ、やばい。つけて、ご飯の上に。お、乗せて。いただきます。おいしい。うまいよ、これ。これを食わなきゃいけない。本当に来た方がいい。めっちゃキノコの匂いするよな。やばい、トリュフだ。やばい、トリュフ大好きなんだよ最近。食べてみて。いただきます。おー、なんかでもちょっとチャーハンみたい。うまい。ボン、後から来る香りが。うわぁ、やばい。よかったね。あー、もうちょっと食べたい。全部3人前食べたい。なさあ、幸せ。私たちの1年間ありがとうございます。2年目だってね。もう2年目だって。もう1年経ったんだね。ね、でも新婚って言えなくなっちゃうよ。いや大丈夫、また言える。まだ新婚。何が一番頼もしかった？順位決める。順位、結局でも1位はすき焼き。座布団のやつ。あー、やっぱね。でも意外とあのハラミも美味しかったんだよ。私結構あれ感動した。あのあれか、油めっちゃ出てきて柔らかいやつね。分厚かったやつ、うん、で、3位があのサンドと肉。でも全部美味しい。でも全部肉なんだね、なんかね。どっちの1位は？まあでも一緒、すき焼き。やっぱすき焼き。やっぱみんなすき焼き食べた方がいいよ、絶対。絶対すき焼き食べた方がいい。実はトッチにプレゼントがあるんですよ。出していい？いや、ちょっと時間かかるけど待って。いや、あんま見ないでね。あ、いや。ちょっと まだ見ないで。見ちゃダメだよ。だいぶ見てる画面上で。いいの？ええ、いただきます。うわ、なにこれ。え、なにこれ。なにこれ、なんか2個あるよ。なに、なんかめっちゃ白が反射する。そう。え、なにこれ。メガネケース。メガネだ。なにこれ、なんで、ちゃん、なんでどうしたの。サングラス。これね、なんかずっと欲しかったリシーっていうおしゃれなサングラス、芸能人とかがいっぱいかけてるブランドがあって、うん、かっこいい。ちょっとみんなには見せらんないけど。なんかもう一個開けてほしい。こっちも開けてみて。え、出ちゃうの。そう、それお揃いなの。ちょっとかける。お揃いでね、メガネを買ったんだ。え、かわいい。めっちゃ似合う。これここだと分かんないかもしれないんだけど、ちょっとピンクっぽい。ピンクの。トッチーさん前濃いサングラスくれたじゃん。で、トッチーも前友達からなんかほぼ薄い、めっちゃ薄いサングラスもらったじゃん。だからこうカラーレンズってないなと思って。あ、出た。そっち似合う。そっちもでしょ。同じ形でこのフレームの色とこのレンズの色変えたの。いや、またこれ使ったの？トちゃんのやつ。トちゃんのやつでしょこれ。以上です。ありがとうございました。感動です。何より感動です。可愛いでしょ。めちゃめちゃ可愛い。今度お揃いです。
使うね。使う、もう明日使う。本当にそれ似合う。選んでもらったの？これね、キリコが選んだ。こっちは？キリコが。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。大好きということで、こんな感じで1年記念日はおしゃれな美味しいディナーで終わりました。デデトチ夫婦2年目もね、よりテンション高めに楽しんでいきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。もうね、本当にね、聞いてよ、最近結婚式準備に追われすぎてさ、本当にデートができてなくて、もうみんな Vlog が全然上がってないからお察しだと思うんだけど、本当にデートができてなくて、今日久しぶりに ね2人でおしゃれをして、なんかちょっとデートっぽいことができて、もうすっごい嬉しいの私は。だからやっぱ定期的にデートしないとダメだ ね、お出かけしないとね。気分転換にもなるしね、しなきゃね。また今度決めよう、行きたいところ。楽しかった。まあ、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。次はいつになるか分かんないけど、ちゃんとした Vlog を出せるように頑張りたいと思います、はい、それではおやすみなさーい。バイバーイ。